雪が残ってるけど、なんとなく日差しが当たっていて、暖かい風景ですね。湖ですね。池ですか？湖ですね。川かな？なんか橋を、来る時も同じことを言いましたね。そうなんだ。帯川どうだろう。地図で確認してみようか。まだね、クラスノヤルスクを出たばっかりだと思うんですよ。だとするならこの川は何ていう川なのか。なんか川の名前が書いてない小さい川ですね。時は過ぎた。テーブルの地図で調べてもね、川の名前は出てきませんね。あ、出た。そうなんですよ。エニセイ川ですね。エニセイ川。あ、初めて聞いたような、そんな川なんだ。ずっと下流の方に行くと大きな川に合流するんですね。その大きな川の名前がイカアンガラというね。これもまたあんまり聞かない。ロシアの川っていうとね、帯川が有名だと思うんですけどね、その川ではないんですね。違うと思うね。もうウラル山脈は超えてますよ。もうここはシベリアでございます。夜中にね、ウラル山脈は超えてますからね。ゆっくりと列車が進んでおります。気持ちいいね。雪ばっかり。窓を開けてみましょう。日差しが強いね。
やっぱ窓を開けると雰囲気が変わるね。やっぱり大地を走ってるっていう、そういう感じがしますね。風を感じながらシベリアを行くのと、窓の開かない車両でね行くのとではちょっとね印象が変わりますよね。どうせねシベリア鉄道を乗るんだったら窓の開く車両がいいね。街並みから抜け出そうとしておりますね。クラスノヤルスクという大きな街並みから抜け出そうとしてるんだと思います。一本線路がね向こうの方に向かっていっておりますね。トラック、バスですね。バスが止まっておりました、今。なんか、錆びれたね、車が走っておりますよね。いい感じでございます。文化をね、まとめてまた紹介しましょう。1996年のね、2月29日、ウルトシの日にね、日本を出発して、3月、4月にかけて、ユーラシア大陸往復の旅を紹介していきますね。ヨーロッパで車をレンタカーしてですね、2週間ぐらいぐるっと回って、前回の説明ではですね、ベラルーじゃなくてベルギー発モスクワ行きの列車に乗ってポーランドを進んだところで説明が終わったと思います。その続きでございます。ポーランドの国境を越えるとベラルーシという国でございますね。このブレストというところの駅で、車輪を交換するわけでございます。一応ね、時刻表で調べた時刻表がこれなんですけど、もしかしたらちょっとね、正確かどうかわからない。まあ、目安ということでね。ちょっとなんか変な感じになっておりますけど。時差の関係がどうなってんのかちょっとわからないんですけどね。まあ、時刻表上では、これだけの時間、1時間以上かかってますね。1時間30分ぐらいかかってんのかな。ちょっと時差の関係はちょっとわからないんですけどね。そして車輪が交換したらですね、そのままベラルーシの国の中を行くわけでございます。ミンスクの駅に止まって、そしてミンスク州を通り抜けてビツェプスク州っていうところを通っていきますね。ウォルシャという駅があるんですね。まあ、夜中の1時ぐらいに止まるんですね。そしてそのまま夜通し、ここがベラルーシの最後の駅かもしれないね。ベラルーシでロシアの駅に入っていくということですね。ロシアのスモレンスク州の
クラスノエという駅があって、そこが国境の駅で、なんかパスポートチェックとかもしかあったと思いますね。そしてそのまま列車が走ってモスレンスクというかなり大きな駅に到着しますが、3時51分、早朝ですね。4時1、30分ぐらい停車したみたいですね。そしてそのままね、進んで、モスレンスクのビャジュマという駅に泊まったみたいですね。早朝の朝ラッシュの時間かもしれませんね。6時台。そして、モスクワのベラルースキー駅に到着すると。大体お昼前ぐらいに、11時17分ぐらいに着いたんじゃないかなと思います。で、あとはモスクワ市内をね、自分で移動してですね、地下鉄なんかも乗ったと思いますね。赤の広場には、この時は行かなかったかもしれませんけど、ホテルとかに行ったんですね。で、2泊して、真ん中の日はモスクワツアーに参加しましたね。そして、2泊した次の日の、1泊しかしなかったかもしれないな。1泊か2泊、1泊しかしてないかもしれない。1泊して、次の日にツアーに参加して、夕方の列車に乗った可能性がありますね。23時55分発に、時刻表上ね、こんな感じで2つの時刻表を合わせてやったので、ちょっとね、時間がね、あべこべになっているようなところもあります。例えばこういうところね、2つ時刻表があってですね、モックスは時間と現地の時間との関係だと思うんですけどね、こっちの時間で書いているところとこっちの時間で書いてあるところが混ざっておりますね。ちょっとね、そんな感じですね。そしてですね、ここが、モスクワ州っていうのがあって、そこを通り抜けて、ウラジミール州のウラジミール駅っていうところに、もう真夜中に泊まって、ちょっとね、ロシアはね、難しいんだ。中央連邦管区っていうところなんですよ。ここら辺はね、モスクワも含めて。で、次の駅から、虹のノブゴロドっていうところ。この州があるのが、ここからがですね、エンボルガ連邦管区っていうところなんですね。しばらくそこを走るんですよね。時刻的には早朝から走って、ボルガー川を越えて、キーロフを通って、バレジノというところを通っていく。キーロフはキーロフ州なんですけど、ウドムルト共和国っていうところがあって、そこを通っていくんですね。ちょっとここ曖昧なんですが、鎌川っていうところで、ペルミというところに着きますね、夜にね。で、ですね、そして、川を越えていくと、ウラル連邦管区っていうところにこう入っていくんですね。ヨーロッパとアジアの境を越えて入っていくんですね。エカテリンブルクというところに到着するのが、もう夜中の3時ですね。で、明けて6時頃になると、チュメニ駅に到着します。そしてですね、そのまんま、イシム川を越えて、LTC 川、そして、
オムスク州に入って、オムスク州のオムスク駅に到着いたします。だいたい夕方ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。そしてそのまま進んでいってですね、バラビンスク帯川を越えてノボルシービル、ビールスク富川、そしてマリインスクっていうところを通っていきますね。そちらノボシビスク州っていうところに入ってるみたいなんですけどね。まあまた日が次の日の夜っていう感じですね。シベリア連邦管区っていうところにオムスクから入ってるわけですね。そしてですね、クラスノヤルスク地方のクラスノヤルスク市に入っていくんですけど、まあ、これは関係ない。お昼ぐらいですね。そして川、エニセイ川を越えてイランスキーというところに泊まって、ニジニウディスクというところに泊まって、夜中にジマというところに泊まって、朝にイルクーツクに到着する。シベリア連邦管区のイルクーツク州ね。でバイカル湖の南の方をずっと通っていくんですけど、その時にスリュージャンカというところを通っていきますね。そしてセレンガっていうところを通って、セレンガは多分ですね、こっちのね極東連邦管区のところだと思うんだけどね、ちょっと詳しくわかんない。ブリヤード共和国っていうのがあって、そこにウランディパっていう駅があって、こっからシベリア鉄道とは分岐いたしましてですね、南の方に向かっていきます。ブリヤード共和国っていうところのザグスタイという駅、時間的にはですね、3時ぐらいに分岐して、まあここら辺時刻は分かんない、まあ小さな有名じゃない駅なのかもしれないね。でグシノエとかね、なんていうものなんだろうね、ドゥシダっていうところを通って、ナウシュキっていうのがロシア最後の駅だったと思いますね。でこっからモンゴルに入っていくという感じですね。まあこの後はまた次回紹介するということにしましょうかね。